ワードの表でセルの間隔と余白を設定する方法をご紹介します。では最初にセルの間隔の設定からご説明します。表の中をクリックしましょう。表の中であればどこでも構いません。レイアウトタブを選択して配置グループのセルの配置をクリックしましょう。セルの間隔を指定する、こちらにチェックを入れましょう。1ミリに設定します。 OK。 セルの間隔が設定されました。次にセルの余白の設定をご説明します。表全体のセルの余白を変更する場合は表の中をクリックしましょう。レイアウトタブを選択して配置グループのセルの配置をクリックしましょう。左余白を5ミリに設定しましょう。 OK。 セルの左の余白が設定されました。表の一部のセルの余白を変更する場合はプロパティを開いて設定します。今回は表のタイトル行を除くセルの上下の余白を1ミリに、左の余白を5ミリに設定するとします。2行目から最終行まで選択しましょう。レイアウトタブを選択して表グループのプロパティをクリックしましょう。セルタブを選択してオプションをクリックしましょう。表全体を同じ設定にする、こちらのチェックを外しましょう。上と下の余白を1ミリにしましょう。左の余白を5ミリにしましょう。 OK、 OK。 選択したセルの余白が設定されました。今回はワードの表でセルの間隔と余白を設定する方法をご紹介しました。